続きまして、本日ご出席のご来賓の皆様を代表しまして、国の公邸危機対策現地本部でご指導をいただきました内閣総理大臣補佐官の小川勝也様にご挨拶を賜ります。ご紹介をいただいた内閣総理大臣補佐官を務めております参議院議員の小川勝也でございます。国を代表してご挨拶をさせていただくほど役者が揃っておりませんけれども、ただいまご紹介がございましたように、内閣総理大臣を本部長とする国の公邸危機対策本部の宮崎県現地対策本部で、県や JA グループの方々、そして多くの農業関係者、そして県民の皆さんと公邸危機を一日も早くなくしていこうと、一緒に考え汗を流させた一人として喜びのご挨拶をさせていただくことをお許し願いたいと思います。まずは昨日公邸危機収束宣言がなされたこと、そして本日新生宮崎の畜産狙撃大会が開かれたことに心からお喜びを申し上げたいというふうに思っています。大変厳しい状況の中でいつこの日を迎えられるのか、その日その日埋却消毒、大変なことを連日連夜多くの関係者がなされていく中で、この日が来ることを想像できなかった日もございました。そして改めて今日お会いをした方々もおられますけれども、その時は寝る時間がない、顔がこわばっている、不安、さまざまな怖い様相をしていた方々の顔が今日は笑顔で輝いていました。安心できるかどうかはこれからにかかっていますけれども、まずは多くの県民の皆さんと今日の日を喜び合って、そして公邸危機を収束させたというこの団結力と努力は素晴らしい成果だったんだということを改めて共有させていただいて、今日の総決起大会の趣旨にもあるように、新生宮崎県の畜産、これは多くの日本の宮崎県の牛肉、豚肉、あるいは鶏肉ファンが待ち望んでいることでもあります。知事さんからもお話がございましたように、今まで以上に安心安全、宮崎県のブランド力を高めて国民に美味しいお肉を楽しんでいただく、その趣旨に大きく賛同させていただきたいと思いますし、またこの宮崎県に訪れて、その肉のうまみをこの宮崎県の中で多くの国民や外国の方にも味わっていただく、そんな応援もさせていただきたいと思います。一日も早く畜産が再開し、国民と県民が一つになって大きく元気な宮崎県の畜産が復興されますように、心からご祈念を申し上げる次第であります。知事さんからもお話がございましたように、農業関係者のみならず宮崎県の経済地域が大変なダメージを受けました。今基金の創設のご要望もいただいております。残念ながらできることできないことございますけれども、多くの皆さんが幸せになれますように、多くの責任を感じながら国もその復興に全力を挙げさせていただきたいというふうに思ってございます。公邸危機を収束させたこの実力のある宮崎県の皆さんのお力で元気な宮崎県を作ってください。宮崎県の畜産を作ってください。国も全力で応援をさせていただきます。おめでとうございました。ご安心はありがとうございました。今後とも宮崎県に対しご指導ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。